おはようございます。ちょっとだけやることがあって、少し起きます。夏服。おはよう。割とすぐ寝ます、今日は。用事があるので。はい。ではでは、おはようございます。どうも、皆さん、いらっしゃいませ。今日はね、やることがあるんですよ。ででん。豆やん、おはよう。おはよう。何これ。にぎやかな車やな。そう、これもう一台作って、今度のレースの商品にしようかなと思って。おお、11日ですか？そうそうそう、だからおお決め事今一生懸命いっぱいやってて、ちょっと頭回ってないんだけど、まあ一個ずつゆっくり終わらせていこうかと思って。おお。はい。俺らしいかなと思って、こういう車の方が。これ豆はこんな感じやっけ？俺なんか変な車いっぱい作ってるよ。そっか。変なすごい。車。ディバリーすご。これジャンプするしね。へえ。この場で。どうじゃったっけ。ジャンプ？違うな。飛べるの？これだ。かわいいな めっちゃかわいい。え、これ操作でいけるんだ、車の。そうそうそう。へえ。あ、しかも片方だけ傾けたりとかもあるんですでもね。できるできる。へえ、あ、向いてる。これは変な車だわ トランポリンじゃん めっちゃかわいい、これ。代表豆屋さん、豆屋の代表の下品か。おお、これ作ってあげようかな。僕も今からカスタムす、ちょっと。バースデー。あれ？どこに置いたっけ、俺これ。こっちか。どこだ？どこだ？これか。よし。はい、というわけで。俺、現金持ってるっけ？こあ、の？バースデーって言った？そうなんすよ。今日ね、今日、明日か。0時になったら、トウユンがバースです、今あ、なるほどね。日。そうなんすよ。で、これ、贈り物なんすよね。これのびっカくりスしタた。ムしようと思って、クラちょっムと。君が誕生日かと思った。違いました。僕はね、4月なんで、過ぎちゃいましたね。だいぶ。過ぎたな。そうなんすよ。これをちょっとカスタムして、トウユンに贈るやつです。はーい。ちょっとやろう。これ、でかいの止めますが、奥行きます。んで、ジョブつけてー。ほい。さあ、どんなんにしよっかなー。とりあえずね、予算2000万だから。でね。シートを見ながら。メカニック。費用。でね。リンさんからのリクエスト的には、漆黒の翼って呼ばれてるから ちょっと中二病っぽい感じにしたらいいんかな。漆黒の翼だからとりあえず黒にしたっつってたね。なんで、このまま色は黒で、漆黒の翼感を出していきたい。どうしようかな。カスタム費用。予算は2000万ぐらいだから。どうしようかな。まあ、とりあえず、
よ。オッケー。メカニックツールで見て、あ、じゃあ修理じゃないや。ツールボックスの方だ。どうしようかな。エンジン、どんなもんなんやろな。エンジンのティア4と、エンジン、違う。エンジンの4乗っけて、600万。ブレーキ乗っけて1050万。で、サス改造なしのトランスミッションで1650万。アーマーが750万か。どうしようかな。エンブレアーマーはいるよな。エンブレアーマー、ターボチャージャーいらない。サスなし。サスなし、ターボなしだと2400万なんだよな。難しい。どうしようかな。あ、トランスミッションでもレベル3だから。レベル3だと2250万。まあ、2250万ならいいか。っていうか250万ぐらい俺が払おう。それでいこう。よっしゃ。というわけで、とりあえず、マスターの店の豆やんが死にそう。大丈夫か？ ティア4エンジンに、ティア4エンジン、ブレーキの3で、トランスミッションのレベル3に、アーマー。とりあえずこいつ着ようっと。テコ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 。ペン。これで2250万。おりゃ。豆屋の車吹っ飛んだんかな。2250万。OK。で、ブレーキつけて音？ホイールに近づく必要があるんだな。ちょっと急ぎカスタムする必要があるから。何事があっても、サクサクとやってしまう。ウィン。東雲誕生日カープレゼント。で、これでまあ一旦よくて。ついてるね。一旦カスタムについてはこれでよくて。んでやね。この辺どうするかやな。塗装な。パール光沢がダイヤモンドブルーになってんだ。ここ、メタリックのブラックとかにしたらさらにブラックになるのかな。あんま変わらんか。あんま変わらんな。微妙。別に一緒やから変えなくていいや。パール光沢はブラックに乗せてもそんなに変わんないな。プライマリーとセカンダリーがブラックだとほぼほぼブルーや。出ないわ、ブルーの色は。ナンプレ。ナンバープレートなぁ。見にくくてしゃあないな。ナンバープレートは、ああ、ブラック統一結構かっこいいな。これにするか、ナンプレは。で、本音が。本音か。トーリュンはな、めっちゃ歌うしな。
いや、漆黒の翼感のある本ないかな。ないか。まあ、これ、サットホーンは まあ、定番ではあるが、トウユンの場合な。クラシックな。スケール、ドゥってどんなやろ。これ普通のやつか。スケールは普通か。ジャズホーン。なんかちゃうな。リバティシティはかっこいいんだよな、これ普通に。あ、でも漆黒の翼感はあるかもな、リバティシティ。リバティシティありやな。フェスティバルとかは楽しい感じやし。いや、リバティシティかもしれん。うん、リバティシティで行こう。うん、これいいんじゃないか。いいんじゃない？で、リバリーやな。漆黒の翼やからな、そんなに、がっつりリバリー張らずに、真っ黒でもいいけどな。ああ、この、大柄デジタルはちょっといい。ちょっとかっこいい。かっこいいな。かっこいいな。かっこいいな。うん、まあありやな、これは。これは違うな。うん、違うな。違うな。この辺ちゃいそう。ハンティングは、ああ、そういう感じなんや。ああ、これも、これもありやな、コイン。うん、これはありと、ありでよ。ドラードラー。お、いいな。まあ、コインかな。コインかデジタルやな。これでいこうかな。ちょっと。うん。いや、デジタルにしよう。ちょっとね、やりすぎ感がある。これぐらいにしとこう。うん、これぐらいにしとこう。で、フロントバンパー。で、いるかな、フロントバンパー。あ、いや、サブカラーフロントバンパーの方が、いや、デフォルトがいいな。フロントバンパーなしで。リアバンパーは？リアバンパーはリアやから、後ろか。
あ、いや、こっちはちょっと色揃えた方が綺麗かも。これなんかね、ダイハツみたいな感じするけど。サブカラーでちょっと色揃えよう、これは。で、マフラーか。マフラー横か。あー、これはなんかあった方がいかつくていいな。いや、拡張クロームマフラーが一番いい気がする。この郊外撒き散らしそうな感じで、ロスサントスの街をぐちゃぐちゃにしていこう。あ、こんにちは。修理ですか？お疲れ様です。お疲れ修様理おで。願いしてもいいですか？はい、承知でーす。少々お待ちくださーい。素材手に持ってなかった。危ね危ね。タスクいらんわ。どうしたんですか？何か疲れてます？肩がガチガチで、肩がガチガチなんです。疲れてるなぁ。売りすぎっすよ、まれ肉。肩がね、ね。バキバキやろ。わかるっすけどね。フラワーさん働く。ですか？めちゃくちゃバキバキっすね、最近。なん やっか、ぱ忙し夏い場っと。てちゃんと湯船使ってるタイプです？あ、僕ね、疲れるようにしてますね。疲やっれぱ取れなそいうんよで。な、疲れ取れないよな。疲れか、今日。そうっすよ。まず風呂洗うとこから始まってんだ、毎回。いや、それはそうっすけど。風呂を夏場洗いじゃまなしくてょも。う。ささっとでいいんでね。ささっとね。なんじゃあ今日か、は体温めよシュッシュってするだけで洗えるやつとかもあるじゃないですか。う。あー、ね、スプレーで拭くだけ、スプレー拭くだけのこやすつ。らず放置。確かにそれでいくか。そんなんでいいんでね。サクッと洗って浸かりましょよっしう。気ゃ。持ちいいっすよ。で、風呂の中でスマホとか見るんすよ。ゆっくり。あー、あり。ありっすよ。めちゃくちゃありだな。まあ、そう。そうするかな、今どうっすか、最近の売り上げは。日。最近ですか？結構、俺自身が一旦ブラブラしてる時期、20日に備えてちょっと今、余力を残して力を貯めておこうみたいなパターンで、あんま開けてないんですよね、実は。20日って何かあるんですか？20日って、あれ？みんな意外と知らないんだよな。なんかこの街、え大革命が起きるらしいですよ。え。え？知らない。いや、僕 最近意ちょっと起き外れてとなかっ知たらんない。で。え、あ、で何？もなんか何？多分これ、ストグラの多分公式掲示板で、多分夢の世界でも、まあ、俺たあ、ちの見れうる。ちぶちの掲示板でも。まずい。見ていないことがバレてしままあ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 。う。はい。アナウンスか。そう、今後のロードマップって言って、こんぐらいにこんぐらいの予定がありますよみたいなのは、公あ、式のお本当知らせだ。が。そう。本当だ。大革命だ。そう、大革命が一応起きるので、まあそれに向けてちょっと余力調整中。大革命の内容は特にまだ発表はされてないんですね。発表されてないけど、予想としては車関係なんじゃないかなと。なるほど。そうです。もっと先日の RPL、アップデートレターライブか。RPL だっけ？なんだっけ？で、なん RPL はか、なんかリアルイベントじゃないですか、夢のそうだっ中た。の。間違えた、間違えた。めちゃくちゃ間違えた。で、なんか、それで、なんかこう、車関係夏に、なんか来るよ、みたいなのは、市長の友達のあ、人そが、うなんすね。そう。おお、楽しみやな。楽しいですね。さて、ではでは、終わりましたよ。あざます。はい、全修理でした。あざます。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、バンパー取れた。 まあ、これはね、歪みなんでね、乗り直したり、車直したりしたら直るから大丈夫。で、俺どこまでやったっけ？待てよ。マフラーをいかついやつがいいなっつってて、で、あとボンネットだ。
よ、ボンネット。いや、俺は好みではないな。俺の好みでやっちゃっていいかっていうか、とは、トウユンはきっと好みではない。あ、スポーツボンネットありかもな。うん、スポーツボンネットありやな。まあでもスポーツって感じか、運用としては。これなんかちょっと高級車感、リムジン感で乗るんじゃないんかなという気がするから、違うな。ボンネットはこの辺のサブカラートリムの違いがわかんない。ああ、色がちょっと違うだけか。軽量トリム。ああ、この真っ黒がいいかな。軽量トリムかな。で、右のフェンダー。ああ。これ、いいんじゃない？ちょっと、ちょっと生きってる感あって。生きってる感あっていいんじゃない？漆黒の翼。うん。よし。で、ウィンドフィルムはもうピュアブラック。うん。うん、ピュアブラック。これはピュアブラック。よし。じゃあ、これでいこう。で、俺のメモ。メカニックメモ、これだ。よし。じゃあここで買い物。なんだっけ、ナンバープレート、こっちじゃねえや。ナンバープレートはカスタマイズプレートやな。ああ。で、ウィンドウフィルムは、さっきのチンサプライヤーみたいなやつで、フロントバンパーって変えたっけ？ちょっと待って。これいらない。よし。で、ナンプレリアバンパー、ちょっと待って、これ、燃車するか。で、
で、よし。で、性能関連は、まあまあとか後で作り直すとして、ん？これこれ。ティントサプライズ。これがいる。はい。ティントサプライズが必要で、で、おいで、ナンプレ、ウィンドウフィルムは、ウィンドウフィルムはどうするんだっけな。あ、これがチントサプライヤーな。で、ナンプレ、リアバンパーだから、リアバンパーはバンパー、ビークルバンパー。うん、ビークルバンパー。で、マフラーはマフラー。これやな。で、リバリーはリバリー。で、ホーンは、ビークルホーン。で、ボンネット。ボンネットは、ビークルフード。これだ。で、右のフェンダーってやつが、スカートなんよな。そう、スカートなんよ。スカート。スカートどれだ？あれ？スカートは？ビークルスカート？あ、これや。よし。OK。これでいける。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。あ、修理お願いします。はーい、修理させていただきまお願いします。ーす。どうちょうども。体験させていただきます、GTS。あ、そうなんすか？豆庵にもさっき話して、はい。19時からお願いする形になったんで、お、よろしくお願いします。今日からですけど、よろしくお願いします。はい。ちょっと私は、鮫島フラムと申します。赤木蓮です。よろしくお願いし赤ま木す。蓮さん、どうもどうはい、も。どうもどうも。結構前に、はい。ね、お世話になりましそうたね。ですね、結構前に。そうなんだ。基準値 そうなんですね。そうか、警察、忙しいのではって言おうとしたら 何かあったんでまあ、すねいろいろ理由があっ て。深くはい。事情はお聞きしませんが はい、よろしくお願いします。はい。はい。ちはい。ょっと今日早めに寝ちゃうんで、一緒にできないかもしれないですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ちょっと用事があって、ちょっと起きてきただけなんで。ああ、それはもうしょうがないですね。そうなんですよ。うん。わあ、寂しいな、それ。あ、また多分俺も体験してると思うんで。そうですね、3日間あるんでね、はい。どっかでお会いできたらと思うんですけれどそのも。時はお願いします。教えてください。はいろい、いろと。もちろんです。そんなに僕も詳しくないですけど。引っ張ってやってください。はい。いやいや。メカニックって他体験とかしたんですか？ないですね。初めてです。なんか、もともおと前に豆庵になんかやったらどうみたいな話もらってて、ー。うんうん。で、やってみようかなと思って。で、ちょうど禁止になったし、はい、どうぞこれ。ブラブラだしって。ありがとうございます。お、これは。ちょうど食ってたとこですわ。マジっすか？マジっす、マジっす。追加できました。そうそう。今メインでね、なんか体の中の一番左上に入れてましたね。あ、どうぞどうぞ。食べてください。じゃあ、いや、追加で。追加で。これはこれは。あそこの店の雰囲気めちゃくちゃいいっすよね。いいっすよね、あそこね。内装がすごすぎる、本当に。あ、あとよかったら、うちの部下のパチューがクレープ屋も始めたんで、行ってあげてください。地図で見たっすわ。なんか、クちレクレクょレープみたいな。うど、そう、上ですね。6181GTS の上の。そうだ、そうだ。今開いてないですけど。うっすうっす。いくっす、いくっす。あ、結構飲食店も部下ってことは警察の方が開いたんすね。そうですね、なんか兄弟で開いてますね。兄一弟？人は9055で働いてる子ですけど。へぇー。へぇー、兄弟っていうと、ピティパティさんぐらいしか思いつかなかったんですけど。パチオ？エパルチナオとさん。パチオ？
パチオさんって知ってるな。兄弟がいるんだ。そう、南署ですね。はい。よし、OK。OK かな。完了ですね。はい、ありがとうございます。はーい、5箇所だったんで、25万円になりまーす。はーい。はーい。じゃあ、クレープ屋も行きますね。難しいです。ん？修理は簡単ですよ。難しいですか？修理、簡単ですか？修理か、普通のカスタムは簡単で、まあ、エンジンスワップがちょっと手順あるぐらいですかね。あー、あとカスタムとか難しそうですけど、あんだけ結構種類あるんで。やること自体は簡単なんですけど、やっぱそうっすね。好みのものを探したり、で、新車が毎週毎週出るんで、ちょっと僕も追いつけないですね。あー、なるほど。そうなんですよ。難しい。そう、知識的なところで、やっぱもう豆やんとかは、ネズミさんとかね、毎日ね、だって早くからずっと遅くまでいるし、豆やんも。そうなんですよ。毎週しっかり試乗会行って、出たやつは買って、で、いろんなカスタム試して、うんうんうん、で、カスタムの組み合わせによってドリフトしやすいとか、なんかね、曲がりやすいとかもあるみたいで、その辺が出る新車抑えていくっていうのはね、それはもう日々の努力が必要だなって思いながら、僕は全然追いつけてないですね。いや、それだけね、やってたらってこれ、あんだけ毎週毎週やってたら難しいっすよね。追いつけないっすね、やっぱすごいわ、逆にすごい知識量っすね。だからやっぱりやってる人たちは、うん、頑張ろう頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はーい、じゃあまたお願いしまーす。はーい、ありがとうございます。そうなんだよな、だからね、そう、俺そういうのに追いつけねえんだよな。そこにでも追いつこうと思っても追いつけねえから、やっぱり何か定期的にパフォーマンスを持ってこないといけないなとは思うんだが、最近できてねえや。 OK。そう、JTS はお笑い集団だと思いきや、マメヤンとかネズミさんが日々情報を仕入れてね、真面目にやってくれているおかげで、メカニックとしての、よ、メカニックとしての強さも一級品やからな、天王寺さんはじめ。そうなんだよな、お笑い集団ではないのだ。やばった。ふう、んで、拡張クロームマフラー追いつけとこう。で、リバリーが大型デジタルな。で、これがリバティシティよ。で、ビークルフッドが、これなんだっけ、軽量トリムだ。で、スカート。スカートが右のフェンダー。はい。エリディスプル、ストリップライト。これかな？ 8 箇所だから120万ね。OK。プラス120万だから。2370万だから、俺が1000はみ出した分の370プラス俺の分を払うって感じで払おう。よし。で、どうなんだろうな、ステッカーとか勝手に払う方がいいよなっていう気もするが、
これか。あれ、ステッカーどれだっけ？いつも忘れる。ワークじゃないんだよ。ビークル。あれ？違う。あ、これだ。GBG やった。GBC かと思った。あれ？何これ？って思ったら。ちゃうかった。GBG って。神。でもな、グッバイは貼らん方がいいよな、一応な。という、白だし。どういうんってあるんかな。なんか、トウユンっぽいステッカーはトウユン自分の車に貼ってた気がするんだけどな。プレイヤーの方かな。あった。あ、かわいい。まあ、一旦貼って、めっちゃかわいい。これな。いや、違うな。でもね、とにかくおしゃれやからな。俺のセンスで貼っちゃうと、申し訳なくなるから。一旦貼っとくけど自分で剥がしてくれ、つっとこう。あれ？貼れない。どこ行った？ここの後ろとかに、トゥルって貼ってる方がいいと思うんやけど。なんかちっちゃくできない。なんでだ。なんか後ろに綺麗に貼れないな。一旦ここに、あれ？見えない。まあいいか。で、あの、自由なんで、剥がすのは好きにしてくれということで。ボス狂い。ボス狂いめっちゃでっかく貼っとこう。ボス狂いどこなんやろ。ボイラさん勝手に貼っとくか。くっそでかいボイラさん貼っとくか。あの、自由に剥がしてください。よし。ボスぐらいどれやろう。
マックさんなんかな。かわいい。ジョアンナさんは違うか。何？いや、これ関係ない。ハロウィンのやつそのままパンプキングで使えるよな。どうしようかな、ここで DS やな。これだ。ひどい。できた？あいつはできました。なんかめっちゃモル出る。おはよう。どういうの？誕生日だったんで。そう。そうなんだ。明日っすね。8月8日かな。おー、誕生日なんかあげる？で作ってる。花束かなんか買ってあげたらいいか。あ、らっしゃいませ。いらっしゃいませ。修理お願いします。はい。やりやーすー。はい、ちょニトロも入れ直してください。はい、すどうもどうも。よいっす。優先的に作んなきゃいけないのは早いっすね。今日ね、早起きなんすよね。早寝早起き、ん？早起き早寝がね、健康の秘訣っすよ。多分、かけ離れてると思います、我々。それはね。そうっすよね。それはそうっす。キャップどうっすか？早番気味っすか普段。僕早番で遅、たまに遅くまで起きてますね。おお。一回でもあれなんですよ、挟むんですよ、あの寝るの。あ、偉いな。早番して休んでジムとか行って肩帰ってくるっていう。人間じゃないですか、素晴らしい。いや、そうなんですよ、最近この人間じゃなくなった生活始まったんで、まだ人間なんですよ、ギリギリ。ギリギリ人間っすね、それは。そうなんすよ。あ、もう12時間起きちゃったりしたらもうね、人間じゃないんで。あ、でもこの街いっぱいいるじゃないですか、そんなやつ。そうっすね。くでなしが。俺は人間を辞めた人間がいっぱいいるんでね。いや、そうなんすよ。そう。まあ、なんでそうならないように頑張って努力してますね。すね。アナムさんも気をつけてください。いや、人間じゃなくなりかけてるんでね、夢がバタバタしてたりとか。あ、そういや、はい、キャップずっと前バウアーさんとあれやってませんでしたっけ、はい、ボーイズコスプレみたいな。ああ、好きなんですかボーイズ。あれの影響で見始めましてね。おもろくないですか。めちゃくちゃおもろいですね。わあ、よかった。そう、トランスルーセントやりたいなってちょっと思いました。材料足りねえ。いや、最近ねこの街結構僕と所長とノビーが広めてるんで。うん、そう、完全にその影響っすよ。ボーイズ見ましたっていう、まあ演者でもないのにそういう声がいただいて。ありがたいんすよね。すいません、ちょっと材料取りますね。一応言ってますけど、ステマじゃなくてちゃんとノー PR でやってますから。ノー PR っすよね。そうなんですよ、だから正直お金欲しい。ちゃんと結構見る人増えてるっすよね、衛星の方も含めて。いや、そうなんですよ、今一番面白いんで。ほんまにおもろいっすよ。まだね、追いついてないっすけどね、最新には。あ、どこまで見ました。今、まだ2ですね、シーズン。あ、2っすか。うん。2終わったら多分次3だと思うんすよ。うん、そうっすね。今4まで出てんすけど。うんうん、そうっすね。3終わった後1回スピンオフが実はあって、ボーイズ。へぇー。3終わった後スピンオフ見てもらっていいっすか。わかりました。その後4お願いします。了解っす。その順番が完璧なんで。そう、僕
トランスルーセントめっちゃ好きやったんですけどね。序盤で、そうか。そう。結構ね、うちの衛星のために私を見始めました。僕もって人多いんですけど。うんうん。あ、嬉しいんですけど、僕には一銭も入ってこないんで。まあ、そりゃそうっす。そうっすね。いや、そんなもんっすよ。まあ、そうっすよね。いつか案件来るかもしれないっすよ。マジっすか。そう。俺、ディープのコスプレだけはしたくない。あいつだけはやだ。ディープは俺もやだな。A トレインがいい。A トレインはね、なんか憎めないっすか。かわいいっす、あいつは。うん、A トレインいいっすよね。うん。所長にはホームランバーやってほしいんで。所長やってましたよね。やってますね。未だにやってますね。ねま、そう。よっ。OK、ま、ニトロの補充もしたので、ちょっと開いたままになってるから、ちょっと閉じます。っすよ。OK。で、イークル、ドア、ボンネット。OK。ありがとうございました。よっしゃー。はい。どうも。ほなほな。お疲れ様です。はい、おいーす。まあ、車のとスタート地点から車のとこって、まあ、同じ人でもできますよね。まあ、例えば車だって人数いりますもんね。車は一人でいい。一人でいい。来た人から渡す、まあ、どう渡すか次第なんだよね。最初からスラッシュギブキーで登録しておいて、誰か来た時に車の近くにあってもう登録してるからすぐギブキーってやったらすぐできるんだよね。ギブキーギブキーギブキーって、あ、一人でも全然回せる程度の。あ、そう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 。あ、じゃあネズミさんかな。そう、パッパできるの。マメオン以外だね。うん、俺以外かな。そこは置いてってよ。あ、おい、俺だって。サメ島さん、はいはい。日曜っている？日曜 JTS 北支店オープンする日。あ、その日は あの起きる予定してますよ。ドラム叩くから、うん、予定してますよ。じゃあ人員に入れてもいい、はい、大丈夫だね。もちろんやります。はい、あざす。そうなんですね。ちょっとその話も全然参加できなくできてなくて申し訳ないです。いや、全然主に今2人でやってるんで。あ、そうなんですね。やばいやばいなんですよ。ありがとうございます。ほんとねえ、僕もね、演奏するという話だけもらって。何するかは決まってないやつ。特に決まってないですからね。考えたらいいんかな、間のパフォーマンスとして何かやるみたいな。そうそう、なんかあのあそこのディスコじゃなくて、六方で、うんうん、六方で、その途中でなんかこうかっこいいの、最初かな、オープニングかな。まあ、でも走り始めた頃かっこいい担当だからな、うん、オープニングで叩いてもらおうかな、ダダダダみたいな、走り始めたところで。いや、ちょっとネタも入れたいけどな。ちょっと考えますわ。なんかオープニングパフォーマンスみたいな感じで、ドラムやりつつちょっと一芸みたいな感じですよね。そうそうそう、あのみんなが走ってる間に。ああ、走ってる時にですね。そう、うん、いや走ってる時か。うん、ああ、最初のランニングの時ね。うんうん、ランニング、あ、レース最初にやるんですけど、うんうんうん、ランニングしてスイムしてチャリこいで車乗ってトライアスバイク乗って、最後パラシュートで来た地点に着いた人が勝ちです。トライアスロンだ。すげえ。でもまあ JTS なんでガチな感じではなくて、全然あのおもろ車なので我々が、うんうん、はい、変な車レースですね。うん、まあ、完全に運もありますっていう風にしようかなっていう感じですね。いや、それがいいっすよ。うん、まあ、合法じゃないんでね、うちらはね。うん、うん、まあ、最後パラシュートだからね。最後パラシュート、パラシュートか。最初のランニングのところで応援的な演奏をすればいいんですね。うん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 、何しよっかな、ちょっと考えてみます。まあ今なん、あのチャリンコです、車ですとかやったら車のとこで、なんか車のとこでかっこいいの叩くとかでもありかもしれんけど、うん、うん、今みんな車が多くなったから、うんうん、みたいな、うんうん、それまでなんかチャリンコのとこはなんかネタでチャリっぽいのや、ネタでチャリっぽいのあるかどうかわからんけど、まあ、まあ、任せます、その辺は。そうですね、いろんなサウンドをちょっと持ってきてみます、うんうん、お願いします。はい、了解です。あれだね、サメ島さん音楽やって
で、まあ、みんなで踊りましょうで社長のやつでダンスして、まあできれば阿部野さんでダンスしてかな。ああ、まあその辺はちょっと考えましょう。やりたいよー、レッツゴーやりたいよー。鮫島さんレッツゴーわかる？レッツゴー、レッツゴー本名字知ってる？ああ知ってますよ。よし、いや初めて知ってる人になった。本名ですよ、ハンラーですよ、うん、知ってますよ。天王寺さん豆はもうね知らないって言われてさ。あ、いや、そうなんすか。マネージャー知ってたよ。あ、知ってたっけ。うん、豆はも知らないのか。俺は見たことあるかもしれんけど、うん、記憶にはないね。そう、最近アベの黎明さんがねやってくれる。あ、何に最近復活しましたからね、あのニコニコしてるところ。あー、うん、復活したね。うん、そうなんですよ。お払いしてくれるから、うんうん、やレッツゴーしたいけどな。なんか出番がね、ちょっとお払いだけだと10秒くらいで終わっちゃうから。そうっすね、ちょっと少なくないって感じになってて、どうしようかなって言ったら、あの JTS の曲作ってる有識者さんが、うんうん、普通なのを作ってくれたんですよね。おお、あ、もうあるんですか。早っ。そうなんすよ。いや昨日いたばっかり。ほんま早いな。早いよな。イエイっぽいやつを。やってもおもろいと思うんだよな。いいな。で、それで黎明さんが踊ってくれるんですね。まあ、バックダンサー行ってもいいっすね。バックダンサーしたいな。あれっぽい踊りあるかな。いや、そうなんすよね。あれっぽいのがね。そう。なんだろうな、これちょっとね、ああいう若干和なダンスってないっすもんね。あ、でもあれ和でもないか。でも手あん？え、どんなダンスだったっけな。手だけはやっぱちょっと陰陽師っぽくこう指2本立ててとかしてるんすよね、確か。そうそう、ああいうのはさすがにないと思うんでね。まあこの辺とか使えそうっすけど。イエーイ。一旦見よう。サビなんだっけだ。悪霊退散、悪霊退散ですよね。確かにそう、確かにそうだね、そういう手ですね。うんうん。むずい。グッグファー、グッグッグ。意外とでもみんな知らないのかな。どうなの。いやー、ちょっと笑顔勢はめっちゃ有名なんだけどね。笑顔勢がね、うん、笑顔勢はゲラゲラ笑う、まあ、絶対知ってるんでね、 100% な、何がですか。ん、あ、笑顔勢はね、そうそう、笑顔勢は、まあ、100% 知ってますよ。100通るからな。うん、最近ちょうど聞いたところっすわ。聞くの。いやー、そうなんですよ。懐かしくてです。懐かしくてですね。あの、笑顔復活したじゃないですか。はいはい。で、笑顔復活記念に100人ぐらいで集まって、うん、あの曲のカバーを投稿しようみたいな企画があって。へぇー。ほいほい。それに、イェイだけ参加しました。イェイって言った音声1個くださいって言われて。送った。そういうのなんだ。そういうのがあったんですよ。もうそれ出てるんですか。出てますよ。あの復活の日に投稿されてたんで。え、見よう。そうなんですよ。結構この街の笑顔勢も何人か参加してました。へえー、そう、これはちょっとおもろいから見ようと。懐かしい。当時笑顔、10年ぐらい前に笑顔を見てた人たちは、うん、あ、この人かっていう人たちがね、いっぱい参加してるやつです。死ぬな、懐かしくて。そうなんですよ。うわ、夏って思いながら見てました、僕も。はいはい。マメアン、こっちおいで。こっちおいで。仲間に入り。いや、ちょっと、人数今考えてて。あ、おー、先方？うん。そうね。連絡だけ。とりあえず、まあ、あの、あっちのプログラムはまあ、考えギリギリまでに考えないといけないし、人数がいないんだったら足さなきゃいけないし、うん、JTS 勢、鍵とかをやる人は JTS 勢の方がいいですよね、うん、でバイクの人もいりますよね、だから、うん、うん、どうしようかな、バイクと自転車、自転車が一人で全部できんのかな、レンタル？
その一人が例えば強制瞑想入ったとか、はいはいはい、やっぱ予備はいりますよねと思って、念のためのだから追いかけ、一人は置いといて一人は追いかけながら手伝いに行くみたいな。まあ予備要員で一人置いといて、うん、その人にももうギブキーでやっといて、どっちかが落ちても別に駐車場にしまわれなければ誰でもできるから、ギブキーは。もう一人いり予備要員いりますよねと思って、予備、うん、からヘリとかで移動できる人、まあ、みんなできるけどさ、やばいってなったらそっち急いで行くわって言ってすぐギブキーってできるように、その辺の新着とかと一緒に移動する人はいてもいいんじゃないですか。考えたら別に一人か二人でいいと思う、その予備はね。ああ、もうオールマイティーな予備要員を一人作るみたいな、一人二人。あ、そう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 、全部持ってる、鍵を持ってるみたいな。いや、それでしょうね。あ、まあ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 、まあ、で、最後でしょうね。全体的に 見ないといけないんで、多分全体見るでしょ、うんうん、レースの進捗、うんうん、追いかけてもらう感じになると思うんで、ズーさんは、うんうん、でも、いいで最初終わった人はもうどんどんこっち来ちゃえばいいと思うし、そうか、社長もそうでいいのか、そう、社長もこっち来ちゃって大丈夫だね、うん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 、どうしようかな、わあ懐かしい、そのマット、平沢マットは懐かしすぎる。ごめんなさい、SNSのコメント見ちゃった。いやマットっていう存在が懐かしいもんね。懐かしいよな。今だと最後に流行ったのあれしか知らない、あれ、ここがすごいね。あ、それ知らないよ。なんだっけ、帝京平成大学か。あー、そっかそっか、はいはいはい、平成大学、大学は流行ってましたね。懐かしいやつ、まあ、猫ミームとかもマッドっちゃマッドっすけどね。あー確かに、うん、そうか、でもまあ帝京平成大学あれか、懐かしいなぁ、マッド、いやでもブルメレースとかだなぁ、ブルメレースとかあれっすね。お医者さんもいるよね、よく考えれば。その時間にお医者さんはいると思うよ、うん、あ、でも先生に、先生いる今日、うん、お願いしてもいいかもね、ちょっと先生に話してこようか、うん、その日レースするんで、うん、ちょっとダウンがくらい、うん、そうっすよね、まあ、ダウンが、参加者どうしよう、予約とかいらんな、デスマウンテン結構ダウンするよね。そうなんかな、鮫島さんってレースうまい？レース全然したことないっす、ほとんど。知らせてテストで。めちゃくちゃ下手っすね、だから。ちゃんとドラウル買って、その日にレースして海に突っ込んで、それ以来あんまりやってないっす、ね、どうなるかめっちゃ試したいけどな。終わってますよ、僕。え、パラシュート得意です？一回しかやったことないっすね、パラシュートも。なんで、得意とはとても。全部多分ダメですよ、うん、ダウンしまくると思う。あ、じゃあ一ダウンはするのかな。ダウン者は結構出ると思う、うん、俺は。でも先生によ、予告はしといた方がいいっすね、うん、先生今いるし。そうだね、うん、その日ちょっと救急隊の協力得られませんかと。うんうん、何時から何時っていう風にもう言っちゃえばいいと思うよね。そうだよね、うんうん、何時スタートなんだこれ、何時からする、全然決まってない。まあ、10時から始めれば、うん、まあ、11時には終わりたいんですよね、1時間ぐらいで、うん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 、1時間ぐらいで終わりたいんで、うんうん、まあでそれで予定しとったら、まあ遅れても11時半とかで終われるでしょ、うんうん、予定は10時、10時間ぐらいで組みたいんで、うん、だって集まるのも多分おそらく遅くなって、ちょっとスタート遅くなってって絶対なるんで、そうすると早めの時間の方までいい、うんうん、だから予定をまず俺らが作るのを1時間ぐらいで作りたいんですよ、うん、プログラムを、はい、でやればこうだぐだっても1時間半とか、
まあ、うん、2時間は多分かかんないと思うんですけど、だから、まあ、9時じゃちょっと切れない、10時、9時じゃちょっと切れない人多いかもな、10時ぐらいかな、でも10時っすかね、うん、9時、本当は9時からやりたいですよ、これは個人的には。私的にもそうだけど、うん、この町の人結構ね、うん、ゴールデンタイム遅いからね。そうなんすよ、うん、結構イベントごと11時とかに始まってる印象っすからね、うん、そうで終わるのは結局12時1時とかなるでしょ。そうっすね、うんうん、まあ10時に始めて10時っすね、かな、うん、まず ATS その日来れる人ちょっと聞いて、今から六方でこの人数見ましょうか、うんうん、スタッフ、私が過去かで、スタッフと参加人ですね、あ、お願いします。でプログラム的にどのぐらいかかるかですよね。何月何日、10 8月11日あ、やべ、もう書いちゃった。8-1-1間違ったあ。ごめんなさい、もう一回時間聞いていいです。10時、あ、違う違う、日付8月11日、トラム君がこの日しか来れなかったよね、確かこの日と、そうだよ、ね、うん、18が無理だったんだよね、はい、18は無理ですね、うんうんうん、18もなんかあるんすっけ。いや18にしようかと思ってたんだけど、ああそうっすよね、もともとね、この生演奏がいやすいません、ちょっと変えてもらって無茶ぶり、申し訳ないっす。いや俺らが無茶ぶりしたから、うん、いやいや、うん、みんな多い日の方がいいからね、うん、事前で、事前に起きれる日もちょっと少ないな。それは全然我々がやるんで大丈夫ですよ。いやいや、あ、まあちょっと自分は自分で考えるっすね。お願いします。はい、全然でも話しながらこういうの通って全然アワだそう。うん、だけどチャリの所要時間とか、まあそういうのも聞いてもらえれば、どのぐらいの距離走るとかも知りたければ、まあ、全部教えますんで。はい、スタンプ、はい、あ、あ、はい、すみません、分かった、ごめんなさい、あざす、いえいえ、あざす、しようかな、で、画面も打っといて、はーい、スタンプチェックしといて、ちょっと待ってよ、あざます。あ、トニオさんの大丈夫です？うん、あれで完了したんで、ちょっとしまってきまーす。はーい。あー、そうだ、ちょっと、もう生産しちゃいたい。ちょっと待って、ちょっと擦りそう、抜け。あ、じゃあこっちに入れとかないと。あそこは、こっちは誰でも使えるやつだからね。俺ラミさんに電話した、何やったっけな。何やったっけな。あれ、なんだっけな。あれ、9日、ああ、そうだ、9日、6月、あ、ちょ、9日ってめっちゃ前やな。
いや。で、今、生産しちゃいたいから、合算起きてるかな。お金作ろう。お、電話がかかる。もしもーし。もしもし、フラムです。どうもー。おはようございます。素材っていけますか？いけますよ。はーい。今ね、ちょうど月の家のとこいるんで、月の家来てもらったら。あ、じゃあ5分後ぐらいに行きまーす。了解です。お待ちしてます。どうもー。はい、フラムでーす。ちょっと外出します。あ、行ってらっしゃい。はい、僕も出まーす。なんかほんやんやんに打てたな、ゴーさん。ちょっとお金作っちゃって、さっきの2370万を俺が払って請求してもらって、会社で請求してもらってっていう形で処理をしたいので、いや、待って、一旦 JTS の素材こっち置いて、で、どれぐらい売ろうかな。ん？あ、ちょっと車壊れそう。やばい。どっかで修理してこよう、ついでに。メタスク死ぬほど売ろう。かなりファームしたなぁ。サメ島ファーム登場だぜ。ファーム無言でできるからな、一生。3000ずつ売るか。アイアンがね、正直こんないらんなと思ってんねんないよ。オール3000で。メタスクだけ追加500。それでパンパンぐらいやろ。オッケー。うん、計算がしやすくてよろしい。はい、じゃあこれいってこよーっと。なんで、トン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 、ついでに鉄もちょっと持って、オッケー、修理用素材。オッケー。壊れてるっつってんのにな。月の矢。違う。月の矢は、あれ？こっちか。あれ、お客さん来た？
やべ、エンジンが壊れててやばいかも。これちょっと俺の特権を使って、今は出勤してるし、エンジンだけ直そう。うん、動かねえ。さすがに壊れすぎている。で、エンジンだけ直して、でも交流のために他のメカニック行って他のとこは直してもらおう。よっ、はい、赤いキツネと緑のタヌキってけてん。これができんのいいよな、ほんと。よし、そうだね、白市民パスの話もあるから、ちょっとアジトはもう寄りつかないようにしよう、基本的にな。じゃないと危ないよね。うんと、てかあれってさ、なるな、それだけでいいんかな。なんかそもそも、なんていうの、まあ、基本的にはそれだけでいいんだとは思うんだけど、なんていうか、そういうなんかきっかけがあって、もう黒い人と白い人の区別をしっかりとしていこうっていう流れがあるんであれば、なんかね、その決まり事、法律ができたこと自体が、なんかね、それがその元々の原因というか、ことの、なんだこのゴミ箱、歪んでんの、原因とか大ごと具合によっては結構印象にも関わるからな。結局人の印象重要やからさ、そのじゃあ出入りしなきゃいいんだよねだけで済めばいいけど、なんかその黒い人との関わりが結構あるのに白市民って言ってるやつをメカニックで働かせていいのかっていう、そういう印象が街に広がるんであれば、なんかそれだけの話。あ、お待たせです、強制瞑想してました。あ、いえいえ、どうもどうも、お待たせしました。私もお願いします。えい、計算します。お、ありがてえ。ありがとうございます、こちらこそ。ありがとう、計算した。最近はちょっと3500万の、はい、ちょっと数字揃えてきました今回は。ありがとうございます。6000の6000かける2000プラス3500万、全部で4000ん？4700万。全部で4700万です。はーい、ありがとうございます。エースエースエース。やったー。N2000、合ってるな。今日何番ですか？今日は20です。20番に、10、100点、万、10万、100万、1000万、ほら。10万、10万、100万、1000万。はい、ありがとうございます。あざーす。助かります。運んでいきますね。はーい、僕も運びます。ドゥン。あれ。荷物パンパンや。同じく。一旦ここを置いて。ドゥン。そうなんだよな。そう、黒と白をもう少ししっかりと分けていこうねみたいな流れがさ、なんか街としてあるんだったら結構よ、それはアジトに出入りだけしなければいいっていう
それだけの問題ではなくなるからな。どういう発端でそういう決まり事ができて、もうちょっと黒と白をしっかり分けようぜみたいな話になったのかっていうのは結構気になる。そもそもそういう流れがあるんであれば、今回のその区別区分けだけで済まないかもしれないし、今後ね、一旦今は入ってはいけない、入らないだけの話だけどね。まあでもね、日本にいた頃、イラストですね。よいしょ。はい、こんだけでーす。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。はい、どうもー。ゴーさん、ほんまいつでも起きててくれますね。助かる。あ、そうっすよ。いつでも言ってください。はい、いつでも言います。あざーす。でもさ、そういうギャングみたいな組織との関わりを厳しく取り締まるのであれば、どこ行こうかな。905号行こうかな、近いし、うん、厳しく取り締まるんであれば、もう本当になんだろう、まあ、一緒にご飯食べてもダメだろうしね、金銭の授受があってもダメだろうし、どんな形ででも、ね、めちゃくちゃ厳しくってなるとそうなってくるけど、いやでもね、この街でそれはねできないと思うんだよな。わわわわ、こんにちは。忙しそう。繁盛してるな。あ、こんにちは。修理ですか。はーい、修理しますよ。お願いします。じゃあ離れよう。いいっす。いや、ロスランドも実質会社だから、ワンちゃん会社にしてしまえば。全部経費やん。全部経費になる可能性あるけど。バカな。マジ前見えんくなる。やっぱさっさと市長に相談して、会社を立ち上げた方がいい。ねえ、窓外してよ。終わっとる。ああ、あれのね。普通に長押しだよ、まあ。そろそろ僕もう寝ないと、あの本来街に起きて来れなくなる。そうなの。終わんなくなる。そのチョンでまたニタの切り替えるだけで OK。それは言えないですよ。今日の分まだ終わってないんですから。ああ、終わってないんだ。全く終わってない。だってさっき経済担当のユアナさんとの会話盛り上がりすぎて、そっち普通に聞いてたもん。いつも通り起きながらやる。いやいや、起きながら無理、もう重すぎ。もっと高性能の脳みそを手に入れないと。じゃあこれいいね。でもやっぱリサ戦って悪なんだね。おい、いや、まあ悪ではないけど、はい、そうだよ。フラムさんはリサ戦に関してどうお考えですか。なんでリサ戦悪なんすか。いや、僕めっちゃ行くんで、ちょっと興味ある、ね。まあ、初心者が行くことみたいなところも含めて考えた上で、うんうんうん、あと一番稼げる場所みたいな、あ、まあそうですね、ところも含めて、なんかまあそこまで重要の高い場所じゃない方が本来はいいみたいな話をさっきされていて、経済担当の方が、あ、まあそれはそうっすよね。あそこコミュニケーションも生まれないですし、はい、ただ本当に淡々と作業する場所にはなっちゃいますからね。やっぱこの街にいるならね、いろんな人と話して、はい、うん、つながりが生まれての方がいいんですけど、交流した上でのみたいな。あそこむしろ喋ってはいけない空気流れてます、はい、そうですね、閉ざしてますからね。そう、でしょ、喋っちゃいけない空気になってるんですよね、いつの間にか。そうそうそう、
そうなんですよね。僕もいつからか挨拶しなくなりました。僕もね、しなくなったっすね。最初はしてたんですけどね、じゃあみたいな感じで。リサ戦は確かになんかサウン場所にもよるけど、サウナみたいな感じですね。サウナそうっすね。ちょっとお辞儀だけして、お辞儀だけしてずっと座るやつね。失礼しますけど、何もなしに。確かに。みんな整ってる最中だから、喋りかけたらダメっていうね、この。ねえ。まだね。みんなもゾーンに入っちゃってるから、話しかけちゃダメなんだよね、あれね。そうなんすよ、あそこね。まだなんか、会社の喫煙ルームぐらいの雰囲気だったらいいんですけどね。まあ、確かに。お疲れ様っすぐらいの会話が生まれるんだったら、ちょっとありやなっていう。あそこだけのつながりみたいなのが生まれるんで。最近本当話さないですからね。いやだ、パンちゃんおもろくなりそうやな。そうね、まあ、本来家だけ持ってるっていうのも変な話だからな。確かに家維持するために住まわせる必要があるっていうのも。いや、いいね。よりでも頑張ろうね、安いお金払うだけでいいっていうのもいいね。新規住民にはすげえ優しい。お金いらないよ、今までのパンちゃんのひっそりやってたやつが、はい、もっとチラシとかバンって貼ってやらなきゃいけなくなるのかな。ひっそりやってたからええねんっていうところはあるけどね。まあね、なんか始めにやったら、なんか始めるんですか。いや、何やらなんか固定資産税みたいな話をチラッと聞いたのでね。おお、固定資産税、この街おもろくなるっすよ。いいっす、ね、あともう少しで。あれっすか、20日っすか、もしかして。ああ、なんか発表あるっぽいですもんね、うん、ねえ、大きな発表が。衝撃に備えといた方がいいっすよ。衝撃に備えろ。じゃあ足もう地面に埋めとくっすわ。シェルター立てるっすわ。すんごい。でも俺らから直接聞くよりもユアナさんとどっかで会って聞いた方がいいかも。不安だけが多分出ちゃうと思うんで、うんうん、まあそうっすね。あんまもう初め不安半分、面白半分で、最後の話聞いたら、面白中になったっすね。おお。いや、でも、全然、何が来ても楽しむっすよ。うん、ね、天草さんと、持ってていい？あの車。うん、あれもいいよ。OK。何俺。どうだ？うん。天草さんとエレナがいい質問してたなって。うん、まあ、岩名さんのね。これ、ギャング目線だからさ。うん、私あの白市民目線で気になるなって。いや、上田さん倒産したらどうしようかなっていう。社長さんや、社長さん。あれ、税金の話。税金の話。そうだ、そのさ、俺今かもここにいる人たちは割とバッていっぱい起きてると思うんだけど、うん、なんだかんだ1日2時間しか起きませんみたいな人と同じ税金払うのかきついなと思ってる。ああ、確かに、まあ、ちょっと思った。その分払う金額がめっちゃ少ないんじゃないかな。でもそれってわかんないじゃん。どうやってどんな風にやっていくか。今週クソ切れたけど来週クソ切れませんとかあるじゃん絶対。めっちゃあるっすね。めっちゃある。それが、ね、難しいところなのかなってところも。だからもう本当にリアルに貯金しとかないとって感じじゃない。なんかもう今年の収益、次の年の税金って価値税金が、それと一緒だよ。要するに、うん、貯めとけよという、うん、貯金しとけよと、うん、税金で破産しそう。いや、それで、いや、経済めっちゃ回るのおもれえな。おもれえな、税金いいな。いや、待って、税金の大事さに気づいたかも今日。いや、本来これが生きるということ。でもいろんな人貯めまくってるもん、うん、貯金13億ガチ意味わからん。落ちすぎ持ってんな。これ隠したいな、お金。貯金13億あんの今、エルダ。いや、11? なんかね、別の人が貯金13億ぐらいある。早めにカジノコインに変えときない、エルダさん。あと、カジノコイン。ギャグはなんだかんだみんなあるよ、10何億。なんだろうな。結局何が溜まっちゃった。なぁ。パンチャーさん、タックスヘイブン作りましょう、一緒に。銀行作って。全員カジノチップに変換して、隠すっていう。ちょっと俺もなんか、情報詳細しようかな。口座に入れないっていう。ああ、おろそ。いいね。情報売るからさ。で、この情報を2人に売れば儲かるからって。やろうかな。
なるほどな。口座に入れずに現金でずっとお金持ってるやつが生まれてきそうだな。うん、普通に俺カジノコインで全部やっとくわ。うんうん、そうね、全部カジノコインに変えれば、ね、カジノコインの価値が変わりますって。おもろ。抜け穴だな。生きてく術を見つけない皆さん。仮想通貨ももうテレビ制作会社進めたくてしょうがない。全部仮想通貨にしとこうかな、じゃあ俺。ブラックマネーもう笑わないで置いとけばいいのかもう。ロンダリングしない。必要な時に必要な額を下ろすみたいな。そうそう、もうロンダリングしないで食べ込んどく、お家のスタッシュに。悪いお金は。うわぁ。そうね。おもろくなりそう。早く20日来ないかな。いやそれもまた人生。ワクワクしてる。楽しみだなぁ。ね。よし。ちょっと俺、お花屋さんで働いてくるわ。はい。もう行ってらっしゃい。確かに。今日なんかお花屋さんの従業員全員出勤デイで毎日いるらしい。今日一日中。いや、今日限定のクッキー売ってるんだって、みんなで食いに行かん？行く。うん。ちょっと用事あるんで行けないや。どうやった？うん。あざすあざす。ショップしようと思った。買いには行くっすわ。僕もどっかのタイミングで行ってこよう。行かないってみんな。もう俺が一瞬補填に行ってた間に、みんなの気持ちが変わってる。行かないことに世界線乗り越えてる。ごめんよ。行かないことに変わりましたんで。行かないって。これもう一回行ったら可能性変わる。変わる可能性ある。あ、来た。あ、行かないです。みんなクッキー食いに行こう。あ、行かないな。食いてぇな。一回きりの便でこれ、戻れないや。ダメだ。電話だ。行かない世界線にワープしちゃったみたい。もしもーし。あ、もしもし、ひみです。おはようございます。おはようございます。あの、ごめんなさい。私今、北にいて。うんうん。北から、町に今から向かうんで。あ、全然いいっすよ。5分後ぐらいかな。了解です。僕も今、外出してたんで、はい、JTS 戻っときまーす。あ、わかりました。はーい。よし。ノルマが終わってない。ノルマ。ごめん。いや、やっぱ本当に寝よ。絶対に。遊びすぎ。偉いね。行ってきます。はーい、おやすみー。はーい、おやすみなさい。はい。よし。わお。俺もね。俺も言うて寝なきゃいかん。よし。今日は夢で用事があんのと、ちょっと夢で動画の続き作んなきゃ。とかあるので。はい。よし。ん？まあいいや。トゥ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 ヴァンパイア、100年後にお前が蘇ってくるとしても私はお前を撃つ。ああ、フラム・ベルモンドだみたいなね、ことがあるんで、ちょっと夢の中にいろいろあるんで、やんなきゃな。やんなきゃいけないな。では、今日は寝ます。だから、ちょっと東雲の誕生日も直接は祝えないんだよな。まあ、カスタムはしたということを伝えていただいて。あ、ネズミさんや。あ、でもちょっと、つなぎ。そうだ、つなぎだ。おはようっす。おはようございます。おはようございます。おはよう。かわいい。おお。今日忙しいの？何の？今日ね、もうちょっとしたら寝ちゃうんすよ。無
うん、そう、早起き早寝、ね、いいなぁ、ベントさ、これかわいい。ネズミさん、つなぎってさ、うん、どこで着るんだっけ。普通の服屋の、あの服のマークのとこ。あ、普通に買えるんか。普通に、その後ろの方らしい番号、マメヤンと、今日ちゃん作ってたから、もしあれだったら番号聞く。うん、あ、まあでも探すよ、全然後ろの方ね。後ろの方で、なんか最初、うん、あの出てくるのが黒っぽい服が出てくるんだけど、うん、で、あのカラバリを変えると JTS のあれが出てくる。カラーでね、了解っす。そう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 。じゃあちょっと行ってきます。はい、行ってらっしゃいです。はーい。はい、なんだこれ。 JTS のつなぎができたんです。できたんですよ。そう、あれ、喉絞ってる。絞ってた。はい、着替えてこようっと。トゥ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 ピュッ、さささ、カサ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 、ピュッ、ボンボン、誰か爆発させたな。帽子じゃなくて、うん、体体体体を見つけるとトップスかな。ん、これじゃないよな。あ、これか。お、これだ。おい、なんだこれ。あれ、長袖じゃないんか。夏用みたいなこと。上と下なんやな、しかし。あ、でもなんか黒っぽいって言ってなかったっけ、ネズミさん。でもこれだよな、どう見たって。ボディの調整で全部消えるかな。5あたりが結構しっくり消えるはずやけど、インナーも調整せんとな。ああ、まあ中に着るのは何着たっていいよみたいなことか。これ、俺なんか、この赤色のやつはなんだ？何のせいでそれになっちゃってんだ？なんだろうね。ちょっと元の服を、元の服を透明とかにしてみるか。これで、あ、これはこういう服か。うん、こういう服だな。んで、ちなみに他にはないよ。そうだよ。服作りに行っちゃダメじゃん俺。ちょっと待って。やばすぎ。はーい。あ、もしもし、お疲れ様です。あ、すぐ戻ります、すいません。ちょっと席外しちゃってました。あ、なんかね、服選びに行ったって聞きました。すいません、すぐ戻ります。はーい、2ヶ月 JTS います。はーい。
間に合わなかったぜ。すいません、すいません。はい、お疲れ様です。そう、つなぎを着たくてすぐ出ちゃう。あ、そう、出ましたもんね。あ、そうなんです、そうなんです。すぐ行けるかなと思って。すいません、すいません。あ、こっちです。はい、移管しますね。あ、はい、あ、だから しときゃよかったんか、別に。で、ほい、取れると思います。あ、はい、 ありがとうございます。ちょっと出してみていいですか。もちろん。はい、おお、うん。いや、あの、自由に剥がしてくださいってお伝えください。剥がせるものなら剥がしてくださいってお伝えください。わかりました。挑戦状ってことですね。そうですね。剥がせるのならば。了解です。はい、これいいっしょ。ああ、いいっすね、いいっすね。まあ、カスタムは、あの、普通にしてて。はい。うん。一応パーツもちょっと俺の好みで少しだけつけました。ああ、了解です。ありがとうございます。はい。あ、じゃあこれで今日も私しますね。これお願いします。あ、これ値段大丈夫でした？ええ、大丈夫です、大丈夫です。あ、で、僕の分払いますね。はい、いくら、1人いくら、ね、ちょっとね、人数まだ今日何人来るかわからなくて、うんうん、まだ今日来た人数で割ろうかなと思ってたんですけど、おいくらでした？あ、まあ2000で大丈夫っす。はい。2000。あ、了解です、うん。ありがとうございます。はい、じゃあ、2000なんで、1億割る今日の人数って感じになるので、うん、またしたら連絡します。すね、了解でーす。はーい、ありがとうございます。はーい。はい、じゃあ、お預かりします。これでお願いします。はい。はい、ありがとうございました。はーい。はーい、じゃあ、お疲れ様です。はーい。はーい。よし。うう。うん。オリバー殿いたな。まあちょっと一旦着替えちゃおう。もうね、ここでね、またね、話し始めるとね。あの、また気が変の忘れるから、ええ、もうね、一つのことやりだしたら一つのこと忘れるんでね。はい、違う違う。これも後ろの方かな、じゃあ。おお、これっぽいな。よし、これだ。んで、ベニーズってどこなんだろう。これは存在しない組織のやつかな。これってなんか、だって、さっき9055とかあったもんな。うん、そうやね。9055、BMC、これどこだ ?PYC か。ああ、そうやね。PYC やね。どこだ、これ。OK、まあいいか、これで。よし。んで。ああ、でもこれ、顔が。顔が。顔戻すのめんどくさいわ、これ。ちょっとやめたらよかった。これ元にすんの。ミスった。うん。
よし。んで。OK。どれだっけ、あれもっと、あ、これか、よし、うん、いいね。帽子なんかないかな、ちょっと。帽子、まあこのままでもいいんだけどね。色だけ変えるとかね。でもなあ、あこれはありかな。あでもなんか黒が馴染んでる気するな。黒でいいわ。うん。黒でいいわ。で靴、おっと足がおかしくなってる。ボディ変えよう。ボディのせいかこれ。足ってボディなのか。うん、右足がねおかしいんだよ。違う違う、これはもうこのパンツの仕様なのかもしれないので、であれば、靴を変えるしかないな。目立たないものに。うん、これとかね。うん、このなんかクロックスみたいなサンダルで働きたいんだよな。なんとなく。いやー。これかな？ゼロ。黒がいいんだけどな。頭黒やから、下も黒で合わせてみたいな。微妙いな。なんか、好みのがない。これ履くか、キラキラシューズ。あ、いいじゃん、もういいでしょ。よしいいじゃん、ボスのやつ。これキーよ、おっとけ、切れたー。うふう、来たやな。うん、来たじゃねえな。どっちだっけ、JDS。こっちだ。なんか、懐かしい匂いもするつなぎだな。新しいはずなのに。なぜだろう、書いて。この車も修理してこようかな、ついでに。BMC でも行く ?BMC、クローズド。クローズド。クローズド。誰が起きてんだ
この時間のメカニック。うちしか空いてないんじゃね？あ、でも PV、世界さんがいる。そっか。じゃあいいや。いいっす。OK。見せびらかしに行こうと思ったけど誰もいなかった。あ、ていうか今のお客さん来たけど誰もいなくて帰ってったんかも。あー、声かければよかった。さっきのアメリカンな方。普通に修理完了して帰っていく人かと思った。あー。まあ仕方ねえな。紙500枚をトイレットペーパーに変えてくれる。いらっしゃいませー。こんにちは。こんにちは。修理ですか。修理を、はい。はーい、しまーす。お任せあれ。ニトロもお願いしまーす。了解です、お任せあれ。あ、せいやー。うい。助かります。でん。ニトロもがっつり減ってますね。はい、お願いします。はい。いらっしゃいませー。アイアンプラスチックセール、あれ俺どっか預けちゃったの、ちょっと取らなきゃ。いいよ。プラスチックスティール、よいしょ。こんにちは。衛星外、月でおっています。衛星外、月でおさん。はい。こんにちは。こんにちは。この服は衛星外ですよね、大体。そうなんです。衛星外レースしてます。うん、いや、わかります。衛星外レース、精が出るな。あ、レオさんなんですね。牛の仮面の動物は大体衛星外。確かに。そんな断りがあるんだ。はい、決まってるわけじゃないだろうけど。決まってるわけじゃない。え、何その服。いいでしょう、気づいてくれてありがとう。 GTS って書いてある。そう、昨日かな、昨日ぐらいから着れるようになったんですよ。すごい、うちの制服なんですよ。いいでしょ、かわいいでしょ。めっちゃいい、うん、かわいい。黄色なんだ GTS って。そう、なんかね、オレンジとかその辺の色が似合うかなっつって。ああ、そうなんだ。なんかポップな変人みたいな異名があるんで。ポップな変人。そう、だから戦隊もので言うとイエローっすよ。ああ、カレー大好き。カレー大好きな。あの変人か。アンドポジションかなみたいな。なるほどね。そんな印象ですね。ありがとうございます。すごい、手伝ってくれてる。ああ、いえいえいえ。そんなことができんだ、この町。服、うん。そうっすよ。ひらめいた。結構ね、各社着てるんじゃないですかね。そうなんだ。うん、そうっすよ。また動いちゃった。お、なんか9055もなんか新しいの作ってたっすね。うん、そうなんすよ。だからメカニックはこれ着れるようになって。何かひらめいたんすか。ん、いや、こっちの話で。あ、わかりました。はい、全然そんな悪いことじゃないっすよ。なあ、今回は警察官なんで。そうですよね。はい、はい、もうスワットっていうこの服がありますから。このうちは。そっか。はい、なんかポップな服とか着ないんですかね、警察も。警察はね、好きな服着れないんですよ、あんま。なんかもう決まってるんですね、絶対に着なきゃいけないみたいな。まあ、なんか黒っぽいというか、うんうん、俺青いけど上。そうっすね。そこは自由ね。いろいろ言われるんすよ、警察っぽい服じゃないじゃないかって。ああ、やっぱお堅いんすね、ギャンに。あ、ギャンに、ね、ギャンに言われんの。見分けがつかないよみたいなね。ギャンのギャンの言う方聞かなくていいじゃないですか、別に。まったくそうですよね、まったく。ギャングってやつは。犯罪者名。そうっすよ、犯罪者名。してやる。なんで聞くんですか。うん、え、この車いいな、てか。ね、持てつ持たれつなとこあるんですね。よし、レオさん完了でーす。あ。ありがとうございます。はーい。トロシティですね、これ。毎度。あれ、店員さんになってる。またどうぞ。ありがとうございました。修理お願いします。はい、もちろんです。拭き掃除してくれるお客さん初めて見ました。あれですか。うん、結構
やってるんですか。よーし、車が綺麗になっていくの かっこいいっすよね。かっけー車。いやもう本当に分かってんな。高そう、本当高いっすよ。高いでしょうね、あれなんだっけな、これトレロです。トレド、あトレロ5億6億7億ぐらいするやつじゃないですか。そうね。いやマジでかっけーなー、これ。これホイールいいっすね。これビッグ、わかります？メカニック、うんうんうん、ありますね。ビッグがねやってくれんすよ。あお得意様、お得意様。ビッグさんのセンスいいっすねこれ。いやもうねやばい、このホイールめっちゃかっこいいわ。え、かっこいいなこの車。見たことなかった。え、何これ、めっちゃかっけえな。あ、これ車用車なんですか。いや自家用です。あ、自家用っすよね。なんか、はい、人のものかのような言い方やったんで今。いや自分のにもう惚れ惚れしてるんです。見惚れてたんですね、はい。いるたびにかっけえな。ニートロは 94% なんで大丈夫ですかね。大丈夫です。はーい、よっ、じゃああと拭いて、あ、もう拭いときました。あ、自分でね。はい、さすが。ありがとうございます。今4箇所なんで20万円です。はーい、はい、ちょ、じゃあ今日もケイラ頑張ってください。はい、はい、頑張ります。お疲れ様でーす。やばい、寝ないと。寝る連絡だけしよう。それ無線入ってなかった。お休み連絡だけになっちゃうんですけど、寝ます。おやすみなさーい。はーい、よいしょ、 OK。やっぱな、なんやかんやで出勤してるとちょっとコミュニケーションが生まれるよな。でこういうのを繰り返してると、あ、いつも直してくれてる方ですよねになるんだよな。うんと、そういうのも大事なんだが、なかなか俺にはできねえんだ。よし、というわけでちょっとはみ出てるけど寝まーす。飯食って寝るか。牛だ俺。牛島フラムに帰るか。それだと金貸しになっちゃうな。でも食っちゃね食っちゃねの人生です。おやすみなさい。まあとりあえず11日は確実に長めに起きるんで、まあその前にも1回ぐらい起きたいなとは思ってますが、今日は夢でいろいろ用事があるんで早めに寝ます。おやすみなさい。平成の方々見に来てくれてありがとうございました。おてんばあさん、サブスク千九です。せいうちさんサブスクありがとう。みやさんビッツありがとう。りおかさん、うっすいツイッチさん、ゆきはさん、みもさりーさん、サブスク千九です。みなさん、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。サラダバー。あ、そうだな。久々にレイドするか。今日は早寝だしな。なんか遅くまで起きてるからレイドする先ねえなって思いながら、レイドしてねえなって思ってたね。どうしよう。ズーさんかマメヤンにはしたことないよな。マメヤンにするか。でもマメヤンって赤の方だけだっけ。あ、マメヤンあるわ。お、マメヤン赤い方だと思ってた。こっちもあるんだ。両方やってんのかな。しマメヤンにしようっと。レイド開始。ではおやすみなさい。今メアンの方にレイドをするので、そのままよかったら JTS の日常を見てみていただければと思います。おやすみなさい。バイバーイ。